様の実況を惚れ惚れするわ。何かあったのか、さゆり。え、あ、いや、別に。ゴキ、滅よ。やっと追いついてきたんか。これで面白くなるな。まったくだ。せっかくこんな大舞台を用意したんだから。なんだあれは。第二グループに接近中のあの日は一体。うわ、で、なんだ今の。な、あれは大神マリナ君のフェニックススティンガーだ。信じられないスピードでファントムバイスに迫ってくる。うん、マリナ、やっと本気を出しおったか。小娘じゃ。確かクソ生意気なことを言っていたな。ああ、俺たちも潰すとかな。だったら遠慮はいらないってことだな。そういうこと。よし、一文字兄弟の前にあいつを血祭りにあげよう。 MG ストーン、パワー解放。あんたたちは最初から気に入らなかったんだ。バーニングショット。ボイスイントルーダー。製鉄所の時の仇撃たせてもらったよ。あ、お姉ちゃん、ごめんなさい。私はミニ四駆が嫌いだった。私からパパを奪っていくミニ四駆が大嫌いだった。ただいま、パパ。パパ。うん、マリナか。おかえり。パパ、今日私学校でね。すまない、マリナ。パパは新型マシンの設計で忙しいんだ。新型マシン？そうだ。これはいいマシンだぞ。ひょっとしたらお前にも扱えるかもしれない。そう。ありがとう。複雑だった。私のためにパパがミニ四駆を作ってくれるという。おう、レイカ。ちょうどお前のマシンを設計しているところだ。レースティンガーという名前はどうだ？さんの描いたお父さんの似顔絵が地区代表に選ばれました。とっても上手に描けてますね。皆さん拍手してあげましょう。褒められた。パパの絵で褒められた。マリナちゃん、今日お誕生日でしょ。遊びに行ってもいい？うん、いいよ。パパ。パパ。マリナ、これがお前のマシン、ファイアースティンガーだ。一文字、ボルゾイ。マリナちゃん、マリナちゃん。どうしたのかしら。マリナちゃん。寒くなんてない。寂しくなんてない。私にはファイアースティンガーがある。パパが私の誕生日に作ってくれたファイアースティンガーが私の気持ちを分かってくれるのはこいつだけだ。さあ、大神マリナ君のフェニックススティンガーがぐんぐん追い上げてきた。すでにブレイジングマックスとナックルブレイカーは射程圏内まで来てるぞ。